シャウィニガンは、カナダ・ケベック州の都市、モリシー地域に属し、サンモーリス川が流れる、軍に属さない、単一総自治体としての市である。南の入り江、岸辺の入り口等を意味するとされる、シャウィニガンの綴りは、過去には、チャオイニガネ、オシャオイニガネ、アッサオイニガネ、アチャーウェイニーガン、チョイニゲイム、ショウニガン、ケイニガン等を多数あったが、年に、市名が、 シャウィニガンフォールズと定まったことで定着した。1651年に最初のヨーロッパ人として、牧師、武踏がサンモーリス川を遡上し、最初の滝のところまで到達した。その後さらに上流へ行く選挙団はここに立ち寄った。シャウィニガンフォールズの町ができるまでは、この辺りは林業と農業で生計を立てていた。 1951年 -2002 年の旧式1898年に、サンモーリス川の急流や滝など、水力発電に適した地理的条件を生かし、シャウィニガン水力発電会社が創業。1901年に村生、1902年に町へと移行。水力発電の電力により工業を発展し、カナダの歴史上いくつかの発を生んだ。街灯が灯ったのも、 カナダでは、シャウィニガンが、初めての都市の一つとなった。1903年から1920年頃の、シャウィニガン・ホールズ・ザ・トゥル・ジュディアブル・ホールズ、ウィズ・ザ・サイト・デール、エナージー・タワー・イン・ザ・バンク・グランド。1998年に、シャウィニガン・氏はベート・シャウィニガン・村落を、九州合併。2002年には、ケベック州の自治体大合併政策により、 ルサントル・ドゥラ・モリス軍の含む多くの自治体を併合したシャウィニガン市長を参照ありがとうございます。